こんにちは、東京ドームシティです。坂上がり映画予告ひでタイトル。僕の動画見てる方はご存知かと思いますが、まあ、ほぼ全ての動画においてだいたい5分とか6分で僕の動画って終わるんですよ。いっぱいカットするから。その動画たちを8分以上の動画にするために毎回映画の予告をつなげてなんとか8分にしてるわけですよ。で、その映画予告なんですけども、まあ、1本目が呪言、2本目がヤニ神様って感じでね、今2本ね作ってあるんですけど、その最後に作ったヤニ神様の予告ももう1年以上使ってて、さすがに皆さん飽きたと、もうそろそろ新しい予告作ってやろうかなということで、今回最新の尺余りの映画予告作りたいと思います。ありがとうございます。てかもう作ってきました、もうすでにあります。ということでね、ご覧いただきたいんですけど、ちょっと最初に補足させていただきますと、前回の予告のヤニ神様、あれマジで全部ふざけたんですよ。一応ホラー映画っぽい予告にはしたんですけど、オールおふざけ、全部ちょけちゃった。なんやねんヤニ隠しじゃって、しょうもない。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。ヤニ隠しじゃ、全部ふざけちゃったんですけど、今回作った予告、ガチで怖いです。今回もヤニ神様みたいなのかなって思ってるかもしれないですけど、普通に怖いんで、怖がらせるために作ったんで、ぜひそちらをね、ご覧いただきたいと思います。早速、ホラー映画予告、ご覧ください。どうぞ。こっちを見てよ。あんたと小中同級生だった、仲良かったあの女の子いたじゃない。あの子亡くなったわよ。後ろから妙な視線を感じるんだ。その視線と目が合ってしまうと呪い殺されてしまうだよ。誰からそんな噂聞いたんだよ。うんこの味って知ってる？お姉ちゃん、京子ちゃんは俺たちのことも恨んでるだ。次は俺なのか。なんかマジックミラー号みたいな感覚ですね。やっぱり京子、事故死じゃないかもしんねえ。これが指輪。早く来てよ。胃から羊水を吹き出して死んでたらしい。私たちの母は子宮が4つあったんです。この呪いを止めないと。絶対に強固姿勢を感じる。こんなことお前は望んでんのかよ。それが指輪、通称子宮リングです。力こそプロテイン。突っ走りなさいよ。トクロ返し装置で奪ったはずなのに。俺もお前も目をそらしすぎたんだ。プロテイン解放。この世界は回ってるってこと。もう二度と俺は目をそらさない。死ねー流星君、ありがとうね。うおー視線京子、俺前立腺。さあ、いかがだったでしょうか。怖かったでしょ。特に一番最後びっくりしたでしょ。僕はびっくりしましたよ。今回は視線というタイトルでね、予告作らせていただきました。まあコンセプトとしては、目があったら死ぬ、見たら死んじゃうよっていうね、ありがちな、なんかしたら死んじゃう系のホラーで、今回は見たら死ぬということでね、やらせていただきました。まあ多分似たようなホラー映画絶対あると思うんですけど、似たようなホラー映画っていうか、見たら死ぬ自体はもう呪いのビデオと一緒だからね。リングですね、リング。今回の映画はリングです。まあただリングと違う点としては、リングは1週間後に死にますけど、今回の視線は見た瞬間即死なんで、それがまあリングと違うところですかね。リングに申し訳ないわ。リングと比べちゃってリングに申し訳ない。まあ今回も予告の中でね、子宮が4つあるっていうワード、皆さん大好きな子宮のワードを今回もね、みんな好きやろうなと思って入れさせていただきました。今回の予告、最初に作った呪言と次に作ったヤニ神様のちょうど間の話でございます。時系列的には呪言、視線、ヤニ神様って感じになっております。いろいろ考えてんですよ、予告だけなのに。ってな感じで実家にいる時に作ったんですけどね、なんと撮影期間4日間、編集時間24時間以上ということで、今年に入って一番大変な撮影と編集でしたね。全部一人やからさ、じゃあなんでこんなに時間かかったのって。予告自体はたったの1分半ですよ。まあ今までの映画予告、公開時期が2200年とか、もう絶対にお前ら死んでるやろうなって時期にしてるんですけど、今回一番最後にね、公開予定日書きました。2024年9月1日公開です。そうです、全部作りました。
通に映画作りました。映画と言っていいか分かんないですけど。なので今回の予告ちゃんと本編あります、まあ、今回で映画予告3回目なんですけど、3回目ともなるとやっぱねちょっと変化が欲しいなということで、まあ、予告の面白さとしては絶対闇神様の方が上なんですよ。じゃあその闇神様をどうやって超えようかな。あ、本編作ればいいんや。本編も全部作ってしまえばまたちょっと闇神様の介護感とは言われないような、ある意味また別物の予告になるかなと思いましたので、今回ね全部作らせていただきました。あ、もちろん一人ですよ。キャスト、スタッフ、すべて自分一人でやりました。なので今回本編出ます。9月1日に公開されます。まあ、いつもの動画よりかなり長い動画にはなってるんですが、ぜひ見ていただけるとありがたいですね。まあ、今回作成した映画、映画予告に伴いまして、ちゃんと主題歌の方もね、ディーノイザーっていう方が作ってくださいました。まあ、僕なんですけど、まあ、かなり気合を入れて作ったので、まあ、ちょっと演技とかがね申し訳ないなって感じなんですけど、まあ、そこは演技どうこうよりも全部一人でやってるっていうのに重きを置いて見ていただけるとありがたいです。先に保険をかけときます。演技は下手くそです。なんで今回の予告で、まあ、ちらほら意味わからない単語出たと思いますが、全部回収されます。全部本編で回収されるので、ちゃんと繋がってますので、無理やりぜひこのセリフここで使われるんかいみたいな、そちらをご覧になっていただけるとありがたいですね。ということで映画予告&映画告知でした。ぜひ視線見てやってください、まあ、ということでほぼほぼずっと喋ってただけなんですけど、終わりたいと思います。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。うわ、また来週の映画本編でお会いしましょう。さよなら。 See you next time。こっちを見てよ。あんたと小中同級生だった仲良かったあの女の子いたじゃない。あの子亡くなったわよ。後ろから妙な視線を感じるんだ。その視線と目が合ってしまうと呪い殺されてしまうだよ。誰からそんな噂聞いたんだよ。うんこの味って知ってる？お姉ちゃん、京子ちゃんは俺たちのことも恨んでるだ。次は俺なのか。なんかマジックミラー号みたいな感覚ですね。やっぱり強行事故死じゃないかもしんねえ。これが指輪。早く来てよ。胃から羊水を吹き出して死んでたらしい。私たちの母は子宮が4つあったんです。この呪いを止めないと。絶対に強行死線を感じる。こんなことお前は望んでんのかよ。それが指輪、通称子宮リングです。力こそプロテイン。突っ走りなさいよ。トクロ外装置で奪ったはずなのに。俺もお前も目をそらしすぎたんだ。プロテイン解放。この世界は回ってるってこと。もう二度と俺は目をそらさない。死ねー。流星君ありがとうね。うおー、視線京子、俺次の AKB 神セブンはこいつらだ。全日本ハスキーボイス選手権ナンバーワン、ヤブサカではない白星の銀歯の異名を持つ女、ステラテラユーコ。社会的に排除したい黒死病厳禁、黄昏のアバズレ、ホッチキス安岡、和式便所、セコムしてますか、テラカドジモン、社会の時間間違えて読んだ中富の塊、自称螺旋丸打てます、坂口安里の汚い尻。彼女たちがアイドルの歴史を根本から塗り替えていった話はまた別の機会に。